今日もあなたと百姓天国、本日は2020年の4月の11日はい、ということで今午後4時でね、いやーちょっと今ここ1時間ぐらいかけてね、とりあえずまだ完成しないですよ。とりあえずほら上張りましたですよね。あーどうですか、こうやって張るとなんかいい感じでね、綺麗だね。まあちょっと一回ね、3人でやったんでね、そのうち1人が嫁で、まああの嫁が笑うとおりますが、嫁がね、まあ大失敗しまして、嫁がこっち側を引っ張ってたんですよ。ほうさこっち側がですね浮いちゃって、で結局一回もう全部ねバーン飛ばされて、それでもうえらい目に遭いました、私もこの長さのこれ 18m が長さが飛ばされて、で2回目一生懸命ねお手伝いに来てくれた方が引っ張ってもらってね、なんとかこっち側飛ばされちゃったんで、こう引っ張りながらねとりあえずなんとか張れましたね。あとは紐かけです、それが作業が残ってますね。いやこちら側がこの反対側の妻ですね。なんとかかんとかこういけるんじゃないですか、はい、ちゅうことで、そしたらこう結んでペットボトル向こう投げてっていうのを、ここ片結び1回で OK です。こんな感じね、ちょっとここがねあんまりやるとここがほらこう抜けそうになるので、そうこれを気をつけていただいて、ちょっと難しいけど、まあまあやりながら覚えると思います。はい、はい、ということでよろしくです。じゃあ嫁もあの放り投げてな、でああいう風にしてね紐掛けをします。こう先端にねこうやってペットボトルをつけてね投げるという、まあいつものパターンなんですけども、え放り投げるえ結んだ方がいい、私は多分じゃあ結んで、やめた方がいいかもしれない、ね、これたわんでるかどうかってわかんないよな。そうそうそう、じゃあそうそうそう、はい見て1本目な、ちょっとね大丈夫、どっちこっち、オッケー、どっちよ嫁、オッケー、こっちこっち、これでどありますか、今こっちサイドは OK です、こうこっちサイド OK、 はい、じゃあ大丈夫ですね、これで OK ですか、 OK、 という感じでね、まあなかなかね面倒なんです、これ本当はね下で結んでもいいんですけど、まあ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 、台風の時にねちょっともう一回ちょっとやらなきゃいけないかなって感じですけどね、とりあえずこれで押さえておけば、よし大丈夫ですか、は投げちゃうから大丈夫です、あよいいっすよ、難しい、はいよ大丈夫ですよ、もうあちょっと待って届いてない、もう一回引っ張って、もっと思いっきり、そうそうそう、もう思いっきり投げれば、じゃ長さ的には十分なので、はい OK、あとはよれてるかどうか、そう、うんうん、ペットボトルも十分あるから、そうそう、あとよれどうですか、こっちは OK、 2回転ぐらいよれてます、
半分。あ、じゃあか、だ、大丈夫ですね。はい、OK です。はい、了解です。じゃあ次投げてください。はい。いいよ。そうだね。そう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 、さっき行ってきたんだよ。ああ、しよう。ああ、しよう。そうか、はい。スペースボトル回収して。そうだね。一重でいいよ。あ、本当？一重でいいよ。日川さん大丈夫よ。そう、1回でいいよ。多分2回でやると、あの、逆にその何、ほどける可能性がある。結構ね、嫁これ破れてるから補修テープで貼った方がいいですね。読めよ。ハウスの中にあの黄色いあのマイカ線とかある中に補修テープのこの白い透明なやつあるの分かる？違う違う、ハウスの中、向こうのハウス、それ持ってきてくれる？そう、黄色い樽の中に、うん、入ってすぐだいぶでもね。はい、どうぞ。はい、来た。はい、OK です。どうすか？1階南ですね。どうすか？もう1階いいですか？もう1階、はい。逆ね。はい。そこでここ、そうそう、ここ貼ってくれる？むずい。はい。はい、OK、はい。やり方わかる？ちょっと、ちょっと持ってて。補修テープ、素手になるじゃん。そしたら、まずこれを。これ新品だから。そう。あ、撮影してんだな。撮影してるで。ちょっとじゃ持って。あー、いい、はいはい。これでどっか多分。終わってるんだと思って。そうそう。なんだかよくわからない。やだ、俺お前の名前呼ばなかったから。呼んどるんじゃない、いいわ。まあ別にいいけどな。私だってもう通る、止まってるもんだと思って接してたよ。ずっとやばいさ、変なこと言っとるかもしれない。え、エッチさんね、あの子。はい。あれ、こう、次目がわからんやん。結構これだよな。あ、これこれ、オッケーオッケー。こうやってやるじゃん、うん、これこうやってやって貼るでしょ、うん、貼ってここやったらもう、もうこれ、はいはい、オッケーっていう風にして、はいはい、ちょっと待ってね。あ、どこだ、ここか。 OK、 はいはいはい。風がついてきたね。風がすっごい吹いてきた。だから本当にね、よかったね。一回飛ばされてな。ちょっと待って。ちょっと待ってくれる？もう一本貼ってないからちょっと待ってくれる？皆さん聞いてください。めっちゃブチギレられましたよ。私。
こを撮影しとかないそのだって飛ばされた瞬間を撮影せなきゃ飛ばされた瞬間おいお前はどこ見てんだバカ野郎って言われましたよ相変わらずですここの農園は罵倒してしまいましたかねあらしょうがないですよチャンスはもうまあでもねこれ一回全部飛ばされてねえらいことだそうやって罵倒されるから福利厚生で自由出勤のはい OK ですいいっすよはいよおお来たはい OK そうそうそう多分ここのとことかうん、はい。はい。一回じゃあ回しますよ。あ、いいですね。もう一回。もう一回、はい。同じ方向ね。はい、もう一回。これでいいんじゃない？はい。よいしょ。ということで、いやハウスは本当風があるときはね大変ですわ。この間張ったのねちょうど倍なんでねこれ18メートルね、10軒っていう長さなんでね意外と。はい、ちょっと待って、もう少しで終わります。はい、OK です。はいよ。おい、来た。はい。はいはい。はい、OK です。ちゅうことでね。よいしょ。なんとか終わりそうですね。よかった。今日一日がかりでね、なんとかこれでハウスがあるって。まあ、これでね、資材がだいぶここで集められると思いますので、ね。あとそこね。どれ？そう。パッカー貼ると破れるね。そう破れる。いきなりもう新品なのにね。本当切ない。切ない。ちゅうことで、あ、いいっすよ。ということで以上でした。